テンプレート、ノート、ウィキプロジェクトモトローラズムとは、米国のモトローラモビリティによって開発された、アンドロイドタブレット端末である。2011年に開催された、コンシューマーエレクトロニクスショーで展示された。2011年2月10日に、連邦通信委員会による審査を通過し、2月24日にアメリカで 3G 版を発売した。同時に、Wi-Fi 専用モデルが発表され、 3月27日に発売した。ヨーロッパでは改良版のモトローラザボードが2011年11月に発売された。モトローラズムは最初に Android 3.0が搭載された端末である。また米国ベライゾンから販売されたモデルには Android 3.1が搭載されている。720p の動画再生をサポートしている。カメラは全面が200万画素あり。 720p で Wi-Fi を経由したビデオ通話が可能で、背面には500万画素のカメラを搭載する。ディスプレイは、コーニング社のゴリラガラスが採用されており、10.1インチの1280、720ピクセル解像度を持つワイド仕様となっている。CPU は 3D グラフィックアクセラレータに対応。接続インターフェースに HDMI が搭載される。 モトローラズムは Google によって設計されたタブレットでもあり、当時として最新の Android 3.0を搭載した端末となる。3G 版と Wi-Fi 版の両方とも Google によって設計され、Android のインターフェースはタブレットに最適化されている。Android 3.2へのアップデートでは2010年に Google が買収したバンプトップの技術を使って 3D デスクトップをサポートした。このバージョンでは他にも、タスク改善、通知システムの改良、Google マップの 3D 表示、ブラウザに、タブ機能の追加、フォームの自動入力、ブックマークの同期などがある。2012年1月18日には、米国の Wi-Fi モデル向けに Android 4.0、3へのアップデートが提供された。 なお米国ベライゾンコミュニケーションズ向けモデルは2012年6月4日にアップデートが開始された。2012年6月27日には Android 4.1へのアップデートが開始された。ベライゾンワイヤレスの LTE モデルは2013年8月に開始した。モトローラズムのアップデートは Android 4.1をもって終了することを公式で発表しており、 4.2以降は提供されない。なおサードパーティーのカスタムロムであるサイアナジェンモッドは、モトローラズム向けに安定版として、アンドロイド4.12を、開発版として4.22を提供しており、有志による4.42のものも存在する。モトローラズムは、ドッキングステーションという充電スタンドに対応しており、本体を立てかけたまま動画の再生などの使用が可能。 また、Bluetooth 接続キーボードをサポートしている。当初は、マイクロ SD カードが使えなかったが、Android 3.2へのアップデートによって機能が有効となった。ありがとうございます。